事態に誰もが驚き、原因の特定が急がれる中で一人の指揮者が言ったわ。これは異なる階からの影響を受けているのではないかとね。異世界で魔王が生きていた。そんな推論から調査は進み、魔王が生まれ変わった可能性が示唆された。
織江？は、はい。お茶の準備に随分かかってるみたいだけど、何か問題でもあった？申し訳ありません。遅くなりました。IH という道具がどうにも扱いづらく、というよりもこの世界の道具は全般的に苦手です。マナも使わずに何がどうなったら湯が沸くのか。とりあえずスイッチを押すだけでしょうに。まあいいわ、どうぞ。ああ、よければ一緒にお茶菓子も。そういうわけじゃないんだが、ハンバーガーってお茶だけか、むしろ主食じゃないのか。お茶よりも炭酸とかの方が合う気がするんだが。ごめんなさい、こっちに来てまだ日が浅いから、どういったものがいいのかよくわからなくて。とりあえず私が一番好きなものを用意したんだけど、何か失礼なことがあったかしら。いや大丈夫、俺もモスバーガーは割と好きだ。まあもてなすためにしてくれてるんだ、わざわざ指摘することもないか。こういうのは気持ちが大事だ。気持ちが。ノア、どうしたの？用意したものに口をつけるほど信用はできない、ということかしら。いや、この金目は多分そういう意味じゃなく。これ何なの？とりあえず。これはあなたたちを迎えるために買ってきたものなんだから。そうか、では失礼して。いただきます。ええ、どうぞ。ジオリアニメ見た？これだけ幸せそうに食べている姿を見てると、とんでもなく美味しそうに見えてきた。ボスバーガーなら何度も食べたことあるし、味ちゃってちゃんと知っているのに。俺もいただきます。いつも通り美味しい。お茶受けなのかどうかはさておき、不満はない。ボスバーガーが好きなのも美味しいと思ってるのも本当だ。それに、すぐ隣で幸せそうに食べてるやつがいるからだろうか、いつもより美味しい気がしなくもない。
いや別に、とりあえずこぼれたソース早く拭いた方がいいんじゃないか。紙ナプキンを受け取ったシトリアスさんが、その視線は不敬です。別に俺は、別に俺は、すみません、見てました。失礼とは思いはしたんですが、本当にすみません。ごめんなさい。謝ってほしいわけじゃないわ。そうではなくて、興奮したということは魅力的に見えているということでしょう。まあはい、そうです。そう、意外ね。意外なのか。私は魔族だもの。私の耳みたいな魔族の特徴を嫌う人族も多いわ。アピールするみたいにひくひく耳が揺れる。正直言って不気味どころか可愛らしく見えるのだが、その耳本物なんだよな。なんて言えばいいのか、飾りじゃなくちゃんとした体の一部で。あ、うん、そんな感じの意味だ。ってことは、角が生えてたり目が黒かったりするのも、いや、そういうわけでは。びっくりはしたけど、君が悪いとは思っていない。いや、漫画とかアニメの影響の方が大きいと思う。ああいうのに触れてると割と馴染みがあるから。
族である私をこんなにあっさり受け入れてくれる相手と出会えるかどうか。私を丸ごと受け入れてくれる相手と添い遂げる。素敵だと思わない？思いません。立場を捨て恋に落ち、世界を飛び越え愛を育む。憧れを抱かない？抱きません。相変わらず織江は硬いわね。ちなみに陸はどう？私のことどう思う？いきなりどう思うとか言われてもな。そうね、体にはそれなりに自信があるんだけど、どう？魅力的だと思わない？おやめください、姫様。本気にしたら、ましてや襲ってきたらどうするおつもりですか？谷風様、不埒なことを考えるのはおやめください。そんなことを俺に言われましても、俺がどうしようもない、俺がどうこうしようとしたわけでもなく、アピールされただけなのに。なんでこっちからもアピールされ始めてんの？いかがのも何も知らんがな。そもそも今回は、今回っていうか、もう攻略方針は決めた。三国さんを攻略する。隠しルート的に言う、隠しルートとかでありそうな気はするんだけどな。では、何ですか？とりあえず圧をかけながら迫ってくるのはやめて、怖いから。そもそも俺がしとぎさんをどうこうすることは絶対ないんだから。そうなんですか？そうなんだよ。どういうことですか？これほど魅力的な姫となら何が気に入らないというのか。絶対こうなると思ってた。なんで切れんだよ。いや、切れられること知ってるでしょ。ごめん、名前が出てこない。この人から対して姫様は好きな対象なんだから、その代わりになろうとしてるんだから、その人でもその好きな相手のことに対してバカにされたら怒られんのは仕方ないでしょ。分かった、この人いろんな意味で面倒な人だ。謝ってもらうほどではないんだけど、とにかくルバクさんが心配してるようなことはないんだ。そりゃシュトリアさんのことは魅力的だと思う。でも無理なんだよ。無理と言われるの？ああ、それは、ああ、もういいや。
なんていうものかわかんないけど、結局すべてを受け入れた。こんな風に話せるのも自分の中で受け入れることができたから。もしくは単純にこの件に関して何度も説明とかしたせいで周期心が薄れてきてるのかもしれない。そうだったのですか。その、何と言いますか。傷口に触れるようなことを言って申し訳ありませんでした。いや、まあ、うん。やっぱそうなんだ。ああ、あくまで可能性よ。さすがに断言はしかねるわ。だとしてもなんかもう魔王の力なんて奪われた方が楽なんじゃないかって思うよ。それはどうかしら。マナは生き物が宿す根源的な力と言っていたでしょう。誰しもが深いつながりを有しているものよ。そんな力を失えば、下手をすれば、あなたの生命力考えすぎってことはないのか。もし魔王のマナの影響を受けて勃起できなくなったとしたら、生き物が本来持っている性的欲求が減退したということじゃないかしら。試してみるには危険が大きすぎると僕も思う。僕が魔王の力を完全に沈められないのも君への影響を無視できないからだ。なのにマナを失うようなことがあれば命に関わるかもしれない。分かった。しかしそうなると全てが解決するまでずっとこのままか。せめて何か対応策があれば。そうね、あなた自身が魔王の力を制御できるようになることかしら。そんなことできるのか。なるほど。スイッチのオンオフみたいではなく、もっと調整できれば、そうやって魔王の力をうまく制御できれば子作りとかしても問題ないのかも。とはいえ、マナの制御ってどうやるんだ。説明は難しいわね。私にとっては当たり前のことだもん。うまく言えないけど、私の場合は自分の中で火を灯して、その日の大きさを調整するような感じかしら。ああ、じゃああの日の球を調整できるようにっていうのが感覚としては正しいのかな。火の大きさ。それはあくまで私のイメージよ。個人差があるものだと思ってほしい。俺の場合はあの夢で見た紅蓮の明かりがいいんだろうか。ちょっと試してもいい。試してみてもいいか。試しに目を閉じてみた。暗闇の中で意識を自分の体の中に向ける。一旦終わっとこう。